にちは、岡田兄弟です。岡田兄弟の岡田龍之介です。岡田兄弟の兄の岡田龍之介ですよ。はい。で、妹の岡田結衣です。よろしくお願いします。お願いします。まず見てる人は、まず私に兄がいたんかっていうのもあるし、お兄ちゃんに妹がいたんかっていうのもあるから、ちょっと、じゃあ、ちょっと、そっから引っかかったわ。そっからまず、みんながみんなユイのこと知ってるとは思わないで。あ、確かに。やばい。全員が私のこと知ってる。マジで恥ずかしい、それ。はじめまして。はじめまして。私たちは、岡田と言います。岡田と言います。そして、僕は岡田龍之介で。はい。私は岡田ユイと申します。で、関係性はですね、兄と妹でして、血繋がってます。普段はですね、まあ、どうぞ。普段は私は、バラエティだったりとか、役者の仕事をさせていただいてます。どうぞ。で、僕は普段はですね、アイドルをやらさせていただいています。はい。はい。役者もね、やってるよね。そうですね。はい。よろしくお願いします。します。そしてなぜ、今回岡田兄弟で、はい、YouTube を始めたかというと、そうですね。私が誘いました。誘ったっていうんかな。そうですね、ゆいの方から声をかけていただいて、うん、いただいて。ちょっとかしこまりすぎ。わからん。ゆいから YouTube やろうよっていう風にある日突然 LINE が来たんですよ。最初冗談かなと思って、でもやりたくて、僕もやりたい気持ちがあったから、いいよやろうって言ったら、どん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 話が進んで、うん、でやるんですけど、で今後どういうチャンネルとか、多分今この感じだと全く何やるんだろう、この YouTube とか、うんうん、何が始まるんだろうって感じだと思うんですけど、うん、基本はゲーム YouTube です。この二人でゲームやるんだって意外だと思うんですけど、僕たち実はこう見えてめちゃくちゃゲームが好きなんですよ。好きです。それで、ゆいが最近何にハマってんの？言っていい？デッドバイデイライトっていうゲームにハマってるんですよ。ちょっとホラー系の。YouTube はもう見る専門でいいと思ったんですけど、そのゲームに出会って、このゲームの面白さを世界に広げなきゃと思って、ゲーム YouTube を始めたいと思って、その時に、なんか友達だったり、なんか誰かとやりたいなと思ってたんですけど、突っ込めたりとか、うん、なんかちょっとわちゃわちゃしたりとか、時間も拘束できる人って誰だろうと思ったら、暇な人で、気も合う人でと思ったら、もう兄しかいないなと思って。そうなんですよ、僕結構暇で、割と時間が妹に比べたらですよ、妹に比べたら結構時間持て余してるんで、すごいって言ったんですけど、声かけていただいて、あ、もうやるしかないと。兄弟なのに敬語なのめっちゃウケるんやけど、かけていただいてって。そうなんですよね。ゆいが言ってるデッドバイデイライトっていうゲーム、ちょっと僕はあんまりよくわかんないんですけど、なんかすごい面白い面白いっていうんで、じゃあそのゲーム一緒にやろうかってことで、今後チャンネルではそれを二人ではメインでやっていきたいなと、はい、岡田チャンネル、岡田兄弟チャンネルか、岡田兄弟チャンネルっていう名前の中で、まず最初はデッドバイデイライトを、ね、はい、やっていきたいと思います。で、僕たちも楽しむし、そのこの様子を視聴者のみんなにも楽しんでもらえたらなと思って、今回ゲームを始めました。そうですね、二人の好きな漫画の動画とかもちょくちょく出せたらなっていうのもあるんですけど、まずはゲーム資本でやっていきたいと思うので、よろしくお願いします。そうですね、ゲームやって、それ僕たちにちょっと需要がちょっと飼ってる犬がいきなり爪研ぎしてやだるしだしちゃった。ちょっとこのタイミングで、いや、これ今どこでやってるのかっていう、そうそうそう、最後にこんなこと言うのあれなんですけど、実は兄の部屋でやってるんですよ。僕の部屋にはワンちゃんが一匹いるんですよ。で、そのワンちゃんがどのタイミングで吠えたり、どのタイミングで、爪を研ぎ出すかわからないので、ちょっとそういうハプニングのつきものなので、そこもね、ご愛嬌で、ご愛嬌で楽しんでいただけたらなと思っております。よろしくお願いします。そんな感じでやっていくんで、はい、よかったら皆さんチャンネル登録となんだっけ、チャンネル登録と、いや、ほんと初心者やん、チャンネル登録と画面録画、なんだなんだ、画面録画と、うちゃうちゃ、チャンネル登録となんわからん、よろしくお願いします。チャンネル登録、あ、いいね、いいねか、いいね、いいね、ちょうだい、そうだ、いいね、よろしくお願いします。あと、生配信もやっていきたいと思ってるので、ぜひ時間が合えば見ていただきたいですね。お願いします。一生懸命やってくるので、よろしくお願いします。お願いします。画面録画違うか。ちゃんとビシッと閉める。